二上農機は、大韓民国生まれの学習塾経営者、幼稚園経営者、特定非営利活動法人代表、朝鮮半島の大田市生まれ、第二次世界大戦の終戦で引き上げ、愛媛県松山市に育つ。愛媛大学教育学部附属小学校を経て、1956年、4期生として愛好中学校に入学。 愛好高校2年生の5月から3月まで白紙答案を出し続け、第2学年の終わりに退学処分を受ける。後県立上受けな高校を経て、早稲田大学政治経済学部に入学。大学入学の年から学習塾、二上塾を経営。大学卒業後も塾の経営を続け、愛好学園の受験に強い塾として評価を確立。後幼稚園。 二上塾幼稚舎を設立。35歳の時、千葉県インバ富と里村に移住。1979年、二上塾の中学部門の運営会社、寺小屋を設立。1980年、第36回衆議院議員総選挙に、当時の千葉2区から無所属で立候補したが再開で、落選している。世界各地の教育プロジェクトに参画。早稲田大学講師。 文部科学省、千葉県などの各種委員を歴任。1994年より、ニートや引きこもりの若者の支援に従事。1999年に、NPO 法人、ニュースタート事務局を千葉県浦安市に設立。ニート引きこもり支援について、引きこもりやニートは病気じゃない。家庭で孤立し、悩んでも解決にはつながらない。親はなれ、 小離れする過程が大切です。寮で一年ほど共同生活すると、見違えるほど元気になる。今、就労の機会は増えている。背中を押してあげれば、第一歩を踏み出せる例が多いと捉える。支援対象のアラサーの若者たちについては、いたずらな成長志向がないという点で、アラサー世代は、新しい日本人のあり方を示していると思うと肯定的。著書。 暴力は親に向かうの中で、家庭内暴力の解決に向かう上の心構えを、1、現実逃避をしない2、過去の話はしない3、いたずらに悲観しない4、特効薬を求めない5、リスクのない解決策はないことを知ると説いている。2013年時点で、公立校から東大に行く流れは加速すると主張し、なじきに幅広くいろいろな人がいる学校に通い、 地域の中で育つことで人間関係力が身につくと語る公立校の魅力をしている働かない息子、娘に親がすべき35のことを出版したアーススターエンターテイメント社は子どもの自立と自立が難しい場合のライフプランを両方から提案した本を出すことでお役に立てるのではないかと考え前半の自立の部分を2個身に後半のライフプランの部分を ファイナンシャルプランナーの畑中雅子に依頼した。2019年の元農林水産事務次官が引きこもりの息子を殺害した事件について周囲に相談できないのには日本の社会構造が影響している。日本人には家族の問題は家族で解決すべきとの考え方が根強く家族の問題を他人に相談してはダメだと思ってしまう人が多いことを容疑者が 息子のことを周囲に相談していなかった理由に挙げている。ニュースターと事務局が行う、オヘンドハウス四国十8の募集説明会には、自らおもむき説明を行った。2008年、青少年育成に関する内閣府、特命担当大臣という指揮者との懇談に出席。第十五回目、一四二神農置先生引きこもり支援、日本メンタルサービス研究所。 www.jcounselor.net 2021年3月19日閲覧。二上農機ー氏愛好学園同窓会。二上農機著者プロフィール新調者。www.shinchosha.co.jp2021 年3月19日閲覧。法人概要。 認定 NPO 法人ニュースタート事務局、ニート引きこもり支援。認定 NPO 法人ニュースタート事務局。2021年3月17日閲覧。インク、産経デジタル、引きこもりやニート支援の団体が来月講演会。千葉、産経ニュース。2021年3月19日閲覧。二上農ノ NPO 法人ニュースタート事務局代表。 成長主義から脱却した新しい日本人の可能性。私のアラサーロンオリジナル。東洋経済オンライン。2021年3月19日閲覧。家庭内暴力とは息子、娘が親に暴力を振るう理由、原因、解決方法や相談先を紹介します。ウーマンエキサイト。ウーマンエキサイト。2021年3月19日閲覧。 もう勉強しなくてもいれる。東大に増える。普通の子たち。週刊朝日。アイラドット。2021年3月19日閲覧。ニートは40歳がターニングポイント。ライブドアニュース。2021年3月19日閲覧。ニートは40歳がターーニングポイント。エキサイトニュース。2021年3月19日閲覧。 引きこもり問題周囲に相談できない日本の社会構造が影響かニュースポストセブン。2021年3月19日閲覧。変動や土整備に協力訴った市場の n p オリジアキ屋構想を説明。徳島ニュース徳島新聞。徳島新聞ウェーブ。2021年3月19日閲覧。若者の社会参加の核に松山で。 おへ路ハウス説明会へ姫新聞オンライン。www.ehime-np.co.jp。2021年3月19日閲覧。青少年育成に関する内閣府、特命担当大臣と有識者との混乱第5回議事、概要。w w w h i o e n g o j p 2021年3月19日閲覧。 青少年育成に関する内閣府、特命担当大臣という指揮者との懇談議事次第、www.caon.go.jp2021 年3月19日閲覧。ありがとうございます。